オーラストラサターンは、である。オイルショック以降日本社に、自国市場を侵食されていた、ゼネラルモーターズは、晩開作として、新ブランドである、サターンを1985年に設立し、35億ドルの投資を行い、南部テネシー州、スプリングヒルに工場を新設した。この工場建設にあたっては、敷地内にあった木を別の場所に植え替えるなど、 環境保護に最大限配慮した。名称はアポロ計画で使用されたロケットに由来する。また、個人の創造性とチームワークを重視した独自の開発、生産システムを導入していた。これは現地に退去して進出していた日本メーカーの影響と全米自動車労働組合との協議の産物である。これまでは、 日本社やドイツ社を購入していた高学歴かつ高収入である医師や大学教授などの専門職や大企業に勤務するホワイトカラーをメインターゲットとした。このことから上記のように環境保護に配慮していることを積極的にアピールした他維持費に配慮した広告展開を行った。また導入前のマーケティングリサーチにより 誠実さに欠ける、信頼できない、女性のみでは入りにくい雰囲気などの評価が多数を占めた、GM 各ブランドのディーラーに対する悪評を払拭すべく、ディーラーでなく、リテイラーと呼び、新規契約を希望するリテイラーに対して審査し、セールスマンには接客マニュアルを徹底した。合わせて、値引きを行わない、価格設定を取り入れ、販売時の価格交渉に伴う、 不公平感を払拭させたほか、納車時に担当セールスマンや整備士などが揃って行う納車セレモニーや整備時の待ち合室の充実など、これまでのアメリカ国内の自動車ディーラーの常識を覆すようなサービスを導入した。SLSWSC i o 千1990年に最初のモデル S シリーズがアメリカ市場で発売された。上記のように、 環境保護、メンテナンスコスト、生産性に配慮しており、広範モノコックを基本としながら、ドアやフェンダーに多少の変形であれば復元する、樹脂製パネルを用いた車体や、消失中古法で成形された、樹脂製、インテークマニホールドの作用などが目新しかった。車種は、4ドアセダンの、 SL と2ドアクーペの SC でスタートし、後に5ドアワゴンの SW も追加された。この S シリーズは、当初こそリコールの続発で、販売不振が続いたものの、リテイラーの親身になったサポートが、口コミで評判となって業績が好転し、多くの他ブランドのディーラーが、その販売方法とセールスマンの対応を模倣した。 その自信をもとに S シリーズは1996年にモデルチェンジされ日本市場への輸出のため右ハンドル仕様が開発された。その一方、1999年 L シリーズによってより上級のクラスにも進出した。これは第二世代オペルベクトラのプラットフォームを活用したモデルで 2.2L の直列4気筒と3 0ルの V 型6気筒ガソリニエンジンを搭載した。このモデルも対日輸出が計画されたが実行されなかった。2002年には同ブランド初のクロスオーバー SUV となるビューが2006年には同じく初となるオープンにシータースポーツのスカイが加わった。日本へは1997年に進出。 礼を尽くす会社、礼を尽くす車というキャッチコピーで広告展開し、ワンプライス制で値引きなし、スーツではなく、クールビズスタイルの営業マン、来店客に、店側からは積極的に声をかけない、ノープレッシャー営業など、誠実さを最大限に打ち出したアメリカにおける販売面での成功例をそのまま導入した。これらの販売システムは、 従来にないものとして一部国内メーカーなどから注目され、トヨタでは1998年に開設した、ネッツ店がこれらを手本にしたと言われている。当時の CM 使用曲は、アンリの、クローズ・トゥーユー、ナレーションは、細野春臣だった。日本のリテーラー網には、JR 東日本の子会社である JR 東日本、自動車販売、花店。 柳瀬・伊須津自動車などが参入し、中でも、JR 東日本自動車販売が運営した、サターンのリテイラーは、新宿駅南口という繁華街に位置していた。ラインナップは、小型の S シリーズのみ、エンジンは、直列4気筒 DOHC の1.9リットル、のみであった。実用燃費も10キロメートル、L 前後と日本での使用に適した使用であったものの、 知名度の低さやディーラー網の小ささ、さらにアメリカ車特有の内外装の質感の低さが感じられたことで日本市場には受け入れられず2001年には日本市場から撤退し在庫車はレンタカーとして沖縄県のレンタカー業者に大量に導入された。サターンが撤退した後一部の販売店は GM オートワールドのディーラー網に参加した。 サターン撤退後の現在では部品の入手がかなり難しく親会社であるゼネラルモーターズのディーラーでも修理を断られることが多くユーザーの悩みの種になっている日本市場から撤退したことでアメリカ国内とカナダのみの展開となった後はクロスオーバー SUV やスポーツモデルベルトオルタネータースターター式のマイルドハイブリッドシステム搭載車を含む複数の モデルを展開していた。当初サターン社の特徴であった、樹脂製パネルは、温度差による伸び縮みが激しく、大きく膨張すると、場合によっては、ドアの閉まり、具合が悪くなる、サイズに大きな遊びが必要なため見た目が悪くなるなどのデメリットから2003年に、GM は廃止する方針を固め、2007年に、初代ビュートアイオンの生産を終了したことで、 樹脂製パネルの車両は消滅。同時に、スプリングヒル工場でのサターン車の製造も終了した。晩年は、オペル車のバッチエンジニアリングなどが主体となり、独自性は失われていった。サターンが独自性を失っていった背景には90年代半ば以降、トラックや SUV の人気に押されて、小型車を売りにくい状況であったことや、技術面で、 日本車を超えられなかったこと、また労使間の対立があった。ゼネラルモーターズの経営破綻を受け、2009年2月に、ブランドの売却もしくは閉鎖を決定したとの発表があり、GM の連邦倒産法第11章適用、アメリカ政府主導の事業生産、整理に伴い、2009年6月5日に、自動車販売ディーラー業を中心とした自動車、 関連企業グループを展開する、ペンスキーオートモーティブへ、サターンブランドを売却するとの発表があったものの、GM への生産委託期間終了後の委託先をめぐり、フランスのルノーと交渉を行っていたが、これが決裂したため売却を断念。その結果、2010年10月までに、ブランドの廃止が決定された。2010年時点のサターンのラインナップは、ビュー、スカイ、オーラ、 アウトルックがあったが、このうちビューは廃止後の2011年にシボレーキャプティバスポーツとして復活した。スカイは廃止され、残りの車種はシボレーなどの兄弟車に事実上統合された。2011年11月に GM はかつてのサターンの生産拠点であったスプリングヒル工場を回収し、2012年後半に再稼働させると発表を。 シボレエクイノックスなどが生産された。2020年10月には、同工場を EV の生産拠点へと転換すると発表した。LS ビューハイブリッドカーグラフィック1990年12月号、現在ユニクロキオスク、新宿駅南口店となっている。プラスチックパネルボディは、限界、サターン。 レスポンス jp,https, コロンスラッシュスラッシュレスポンスドット .jp スラッシュアーティクルスラッシュ2003スラッシュ04スラッシュ14スラッシュ 50295.html2021 ドット年8月19日閲覧 ?GM, 救世主、サターンの挫折。 ニュースウィーク、https コロンスラッシュスラッシュ ww.newsweekjapan.jp スラッシュストーリーズスラッシュ2009スラッシュ04スラッシュグラムドット php2021 年8月19日閲覧。米 GM が、サターン閉鎖へ、ペンスキーが、買収断念。ロイタージャパン。httpjp、ロイタードットアーティクル。 ビジネスニューズ、エジプトジャポンマイナス11兆7406億 29001GM、旧サターンの工場を再稼働へ。レスポンス JP、https コロンスラッシュスラッシュレスポンスドット JP スラッシュアーティクルスラッシュ2011スラッシュ11スラッシュ24スラッシュ 165873.html2021 年8月19日閲覧。GM テネシー州スプリングヒル工場へ20億ドルを投資、キャデラックリリックなど、電気自動車を生産。GM 企業、ニュースルーム。 https://www.gemchina.com コロンススララッッシシュュスラッシュメディアスラッシュ jp スラッシュ j s ラッシュ gm-new スラッシュホームドットディテールドット h t m l スラッシュコンテントスラッシュページーズスラッシュニューススラッシュ jp スラッシュ j s ラッシュ2020スラッシュオクトスラッシュ1023スッシュ gm.html2021 年8月19日 ありがとうございます。